そう、のんちゃんと前温泉行ったんですよ。なんか前一人で温泉週に2回行ったっていう話をしたじゃないですか。で、温泉一人で行って、ちょっと、そろそろ誰か誘っていくかってなって、で、それでのんちゃん誘おうって思って。どうしよう。誰誘おうって思って、すごい悩んでたんですよ。やっぱ、温泉って、ちょっと裸の付き合いになるわけじゃないですか。で、だからさ、どうしようってめっちゃ悩んでたの。もし、誘うのを、どうしようって、なんか、最初は、どうしようかなって、ちょっと、悩んで、たまたま、タイミング的にそのチャットで、リカシーとメルチと話しているタイミングだったから、あ、リカシーとメルチ誘おうかなって思ったんだけど、でも、3人は、ちょっとまだ早いのか？ なんか、3人は、まだ、なんか早いか？って思って。なんかわかる？この、ハードルがさ、ぐっと上がる感じがして。でも3人、ちょっと、なんか、あれかなみたいな。お互い気を使い、あって、なんかちょっと、なんか複雑かな みたいな。ふうに思って。で、じゃあ、二人で行くとしたら、どうしようってなって、もう、みんなにチャットを送ろうとしたんですよ。イデオスで、住み近いっていうか関東の、みんなにチャットを送ろうとして、温泉の件があるんだけど、一緒に行かない？ っていうチャットの文章を送ろうとして、で、いや、ちょっと、やばい、送れない、みたいなのを、もうみんなにやったんですよ。一人で、コチャに送ろうとして、コチャで送ろうとして、どうしよう、送れない、どうしようっていうので、まあ、二日とか経って、よしよし、心を決めて、覚悟を決めて、送るんだってなって、改めて、誰と一緒に行こうって考えて、で、なんか、のんちゃんとよく、リアルで遊んでるんだけど、のんちゃんが、なんでもいつでも誘ってって 言ってくれてたし、のんちゃんだったら温泉、すごい、なんか気楽に行けそうだなっていうのと、あと、普通に絶対楽しくなるだろうなって思って。で、のんちゃんに、のんちゃん、今週、温泉行かない？ で、誘って、で、温泉に行きました。のんちゃんと。いやー、なかなか、なんか、温泉をさ、ね、同期とは行くことになるって、もう、最初は、もう、想像もつかなかったけど、いいですね。一緒に温泉いいですね。いや、楽しかった。楽しいし、リラックスできるし、一人の温泉もいいけど、友達と一緒に行く温泉も最高だなぁと思いました。そう、温泉は本当に仲良くないと、なんか信頼関係ないとちょっと行きづらいものだと、普通に世間一般的に思うからさ、いや、この一年で信頼関係バチバチに気づけちゃったぜ。っていう憂鬱感に浸りつつ、またね、
今回はそのスーパー銭湯的な感じの、なんかその温泉旅館とかじゃないところだったから、なんか、またね、おだけがいがあれば、なんか、そういう旅館とか、旅行とかも、同期と行けたらいいなぁと思いつつの旅でしたね。うんうんうん。